everybody, welcome back to Ogopogo. I'm Ogo and this is Judgment. Yeah, let's move on with the main story. Sorry, the hostess it is. そこをなんとか。ほら、お菓子全部食べちゃったろ。罠だったんですね。やり方が卑怯です。まあまあ、一日キャバ嬢なんて面白そうじゃねえか。ただその店の店長、なんで沙織君を気に入ったんだろうな。大丈夫だって。別にナンバーワンになれって言ってるわけじゃないんだし。嫌です。格好さえなんとかすりゃキャバ嬢に見えるって。年だってごまける。嫌です。さっきのお菓子気に入ったろ。また買ってくるから。嫌です。これはちょっと無理なんじゃねえか。まあ実は俺もあの店長のヨタ話を真に受けるのはどうかなって。僕はヨダ話だなんて思いません。一体沙織さんを何だと思ってんですか。いやでも沙織さん嫌がっちゃってるし。それはお二人が沙織さんに失礼だからですよ。ナンバーワンじゃなくてもいいだろ。皆さんは沙織さんの本当の魅力を知らなすぎます。沙織さんなら絶対神室町のナンバーワンにだってなれます。ですよね、沙織さん。そこまで言われちゃしょうがないですね。え？私やります。神室町のナンバーワン。そうこなくっちゃ。じゃあ八神さんはまずドレスを選んであげてください。ヘアメイクもしなきゃ少しぐらいお金かかっても構いませんよね。お、うん。でも俺が選ぶの。大丈夫。ここは神室町ですよ。キャバ嬢御用達の専門店がありますから、そこで選べば間違いありません。ただ目的はナンバーワン取ることじゃ。橋木が死ぬ前に小野とどんな話をしていたか探るんですよね。そう。分かってます。ナンバーワンを取るのはあくまでついでですよ。それじゃ参りましょう。やっぱりそうこなくっちゃ。まあ、よかったじゃないか。でもうまくいかなかったら、後が怖いな。大丈夫以外考えられない。Well, so someone just has to pitch it to her the right way, and it's fine. 八神さん、沙織さんのドレスですけど、昭和通りにルマルシェって店がありますよ。神室町のキャバ嬢御用達です。星野くん、なんでそういうのに詳しいんだ。うちのクライアントにはキャバ嬢も多いですから。それよりドレスが決まったら、沙織さんの写メを送ってください。その感じを見てメイクする美容室を検討します。本当は俺より君が付き添った方が良さそうだな。Well, when he knows so much about it, that's really something. 八神さん。わかった。よし。Okay, then. Okay. Let's take the cab. It's a lot faster. Also, I did read up one of the missable trophies is right around the corner. So we will save as well. Before we outfit Saori as being the number one hostess of Kamurocho. As I said, and yeah, as you can see, I like having one save at the beginning of each chapter. If you miss something or you have to do something, it just helps. So. 彼女のドレスを選びに来たんだ。クイーンルージュって店に出るんだけど、おすすめあるかな。それではドレスをお選びください。Damn it. I'm sorry. I pressed at the wrong moment. So. Just look him up, okay. Let's give her a nice dress. Although I have to say that one is nice. I do like that one, but I like that one as well. I don't know what it is, I think. Yeah, let's take that one. Ooh. I don't know what it is. That's it. Well, I think. I'm not sure, but I think. Doう、沙織さん。着替え終わった？待ってください。着慣れないもので。なんかデート中のカップルみたいだな。真冬に怒られますね。沙織さん。あいつとは幼なじみだったんだろう。ええ、中学校の時に。それからしばらくブランクがあって、大学の法学部で再会したんです。Okay. そうだったな。真冬はいかにも裕福なお嬢様育ちで、私の方は人見知り。中学のクラスでもいじめられてたんです。真冬はことあるごとに私をいじめっ子から守ってくれました。彼女はその頃からもう検事を目指してて、私はそんなあの子に憧れたんです。一方的にですけど。もしかして沙織さんはそれで法律を？ええ、だから最初は私も検事を目指してたんです。でもやっぱり悪人を裁くより弱い人を守る弁護士の方が性に合ったみたいで。なんか今日はよく喋りますね、私。人に歴史ありだ。そういえば、真冬にも小さい頃、憧れの存在がいたそうです。ん？あの子が子供の頃、お母さんと歩いていたところを車にひき逃げされたんですけど。ああ、聞いたことあるよ。お母さんが真冬をかばって、しばらくは意識不明で危なかったとか。ええ。その後、ひき逃げ犯が捕まったんですが、裁判の時もお母さんはまだ眠ったままだったんです。ひき逃げの状況はまだ小さかった真冬ではとても説明しきれません。でも、担当した検察官は辛抱強く現場で起きていた全てを調べ上げて状況を理解してくれた。すげえ。物を言えない被害者に代わって正義を貫いてくれたんです。それがあの子にとっての初恋だったのかも。初恋？検察官に？その人は今、真冬の上司で、森田検事正です。え？森田検事正か。案外、親父趣味だったんだな。I have to say this occasion. 私が真冬を紹介した日、覚えてます？3人でテンダーで飲みましたよね。あの日、森田検事正は別の女性と結婚を。それで私、真冬にもっといい男の人を紹介したくて。Thank you very much. だから八神さんを呼んだんです。そういや、最初はちょっと暗かったよな、真冬。ショックでした。いや、別に全然。あのさ、真冬は妹分みたいなもんでさ。俺は別になんとも。そもそも俺とは育ちも違ってて。ごめんなさい。わかりました。もういいです。わかりゃいいよ。着替え終わりました。ん？へえ、いいんじゃない？本当ですか？あ、そうだ。ちょっと写真撮らせて。Maybe that was a little too much. I think that one was a little too much. 勝手に写真をアップすると人格権の侵害に。いや、星野くんに頼まれててさ。ドレスに合わせてメイクを考えたいとか。はあ。と、早速電話かかってきた。星野です。完璧じゃないですか、八神さん。沙織さん、やっぱり最高に綺麗です。ああ、いいな。やっぱり僕も一緒に行くんだったから。で、美容室はどこにすればいい？そうですね。同じ昭和通りに美容室チェリーってお店があります。ちょうどそこから近いし、腕も確かですから。分かった。ありがとうな。Yeah. Maybe the little crown was a little too much. But ah well. いらっしゃいませ。今日はどのようにいたしましょう。Good question. At first, can I do something about her hair? No. I have to say, since I can't see anything.To be honest, I like the hair the way he has it. Yeah, that's okay. This way. Okay, let's go for this one.Just a little. Oh, that's fine. It's something that she. Just a little. And no, that's. I think that would be too much.Want to be how should I put it? こりゃ想像以上だね。そんなにジロジロ見ないでください。ごめんごめん。よし、それじゃクイーンルージュに行こう。Okay. Woohoo! 見ろよ。すげえいい女。すごく綺麗な人だな。ちょっと何他の女に見とれてるのよ。あ、ごめんごめんってば。 Well, that's interesting. I have to say I do feel very uncomfortable right now. お姉さん、どこのお店で働いてるの？よかったらうちに来ない？倍出すから。ねえねえ、今の子どこの店の子？案内してよ。え？I do feel a little uncomfortable, really. I don't know if all the guys creeping me. I did something really good there, Ogopogo was doing this. どうぞお待ちしておりました。いつもありがとうございます。お、あんたか。例の写真の女の子は連れてきてくれるんだろう。そうしたら今夜から働けるか。実際やって問題なければね。確かに素材は良さそうだったけど、磨いて本当に光るかどうかはまた別の話で。I think that's a yes. いや、これは。こちら、白崎沙織さん。採用。採用ですってすごいな、まったく。ぜひうちで働いてよ。白崎です、どうも。彼女まだちょっと緊張してて喋りが硬いのは、実にクールだね。喋りもとってもいい。は？私接客の経験ないんですが。そんなの全然問題ないですよ。そのルックスなら経験なんて何とでもなりますまずは控室にね。さあ、どうぞどうぞ。今日だけですよ、山根さん。橋木と小野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。 OK。 沙織さんだったね。こっちだよ、ついてきてくれる？さて、接客の経験はないってことだけど、正直全然問題なさそうだね。受け答えもしっかりしてるし。ほら、ちゃんと丁寧語を使えてるでしょ。若い子だといきなりタメ口とか普通だし。私、若くありませんから。うちはカムロ町でも高級店の部類に入るから、当然お客さんの質も他とは違ってくる。一流企業の幹部クラスが接待に使ったり、芸能人がパーティーに使ったりすることもある。そういう人たちが相手の仕事になるから、とにかく失礼のないように。 OK？ わかりました。何か気をつけることはありますか？まずはどんな話でもとにかく相づちを打つ。楽しそうに興味あるふりをして褒めちぎれ。なるほど、褒め殺しですか。そしてグラスが空いたらすぐに注文を促す。あわよくば自分の分も一緒に。おねだりすればいいんですね。ああ、ボディタッチされながらのおねだりとか、おじさんはコロッと参っちゃうから。それは無理です。まあ女の子は君だけじゃない。同じ卓に他の子もつく。先輩の接客を観察して真似すればいい。みんなそうやって一人前になっていくんだ。頑張ります。Yeah. よし、それじゃあそろそろ開店の時間だ。沙織さんにも早速入ってもらうよ。 Okay, then let's get it on. すみれです。ミカです。 My name is 沙織。沙織と申します。おお、これはまた奥ゆかしい美人だね。さあ、座って座って。失礼いたします。とまあ、そんなわけで会社の窮地を救うためまだ若かった私にお鉢が回ってきたというわけさ。今でいうところのブラック上司ってやつですか。無茶ぶりにも程がありますな。でもそのピンチを無事に乗り切られたんでしょ。お、わかる？ええ、だってすごく頼りがいがあるというか、仕事できる感じがしますから。感じってそんな気がするってだけじゃないか。大事大事。この子はちゃんと見抜いてるの。うちの社長は気づくのが遅いんだよ。ったく。Yeah. Yes.お楽しみ中のところ失礼します。すみれさん、ご指名入りました。あら、ごめんなさい。これで失礼しますね。しかし、出世する人間というのは多かれ少なかれみんなそういう試練を乗り越えてるもんさ。おっしゃる通りで、君はどう？そういう経験ある？え？Need to back her up without killing the mood. That one? 寝てた？ね、寝てないし、ちょっと意識飛んでただけ。異議です。同様の趣旨の発言を繰り返しているだけです。異議って裁判か。こりゃいい漫才コンビですな。Oh. 沙織ちゃんは弁護士に向いてるよ。うちの顧問弁護士になってもらうから。そのお話、詳しく聞かせていただいてもよろしいですか？Music. Haha. なんかごめんね。フォローしてもらってばっかりで。え、ああ、気にしないでください。私、そうやって周りに気を配るのを慣れてますから。キャバ嬢向いてるんだね。私は全然。私なんかより。よっぽど慣れてそうだったけど。この仕事始めてどれくらいなんですか？半年くらい。まあ、あの頃よりはちょっとマシになったけどさ。新人の頃はマジ最悪。私がドンくさいせいでお客さんを激怒させちゃったことがあって。そのことがずっと忘れられなくて。また怒られたらどうしようって。頭の中そればっか。仕事をしてれば誰でもそういう経験ありますよ。それがね、そのお客さん、うちの店を出た後で亡くなっちゃったの。え？知らない？男の人が酔っ払って喧嘩して殴られたのが原因で死んじゃったって話。結構すごい人だったんだけど、アドデックナインっていう薬の開発に関わってる。創薬センターの橋木さん。そうそう、なんだ知ってるんだ。ニュースにもなってましたから、私もちょっと引っかかってて。あの日、私が注いだお酒のせいで酔っ払って、私がどんくさいせいで機嫌悪くなっちゃって、それで喧嘩なんかしちゃったのかなって思うと、なんか責任感じちゃってさ。私、ずっと売り上げ全然だし、このままだとお店クビになっちゃうかも。なんとかして売り上げ出さなきゃいけないのに、どうしても橋木さんのことを思い出しちゃって。美香さん、そのことなんですけど。美香さんと沙織さん、新規お願いします。あ、はーい。 Okay, thanks. ごめんね。変な話しちゃって。Tell me more. Tell me more. We wanna know more. So much more. 沙織さん、大丈夫？ Yes, we are. すみません、すぐ行きます。Okay. So give her a sign and then get close to him. She got it. ああ、そうだね。どうするか。景気よくボトルとかいっちゃう？そうしたいところだけど、今月はちょっとな。そうなの？ああ。That's the one I think. Yeah, get close to him. そんなつれないこと言わないで。もっと遊んでみてもいいんじゃない？そうそう。たまにはパーッと遊んだ方がすっきりしますよ。よし、ここはボトルを入れときますか。やったー！超素敵！ボトル入りまーす！It's all for the case. It's all for the case. Of course. 沙織さん、マジありがとう。こんなすごい売り上げ出したの、私初めて。そんな、ミカさんが頑張ったからですよ。ねえねえ、この後終わったら飲みに行こう。私おごるから、お礼したい。え、でもそんな。あ、じゃあ私いいバーを知ってるの。そこに行かない？私もミカさんの話聞きたいです。オッケー。あとちょっとだから、それまで頑張ろう。オッケー。もしもし、八神さん。ああ、そっちはどんな調子？半年前、端木のテーブルについてた子と友達になりました。店が跳ねた後、テンダーへ連れて行きます。すごいな、完璧じゃん。しかも跳ねた後って。八神さんは今どちらですか？うちの探偵事務所。実は沙織さんと別れた後、俺の方でもいろいろあってね。いろいろ？うん、まあいろいろ。今日だけですよ、八神さん。いや、橋木と生野がこの店でどんな話をしていたのかを探るんだ。その日ついてたキャバ嬢と直接話がしたい。なんとか見つけてみます。店が終わる前に電話しますから。 Okay, and then she went in. You know what? I think this is the perfect opportunity to say, let's make a cut. So I hope you guys like what you've seen, and I hope I see you guys again soon. See you next time. Bye bye.